はい、ガッタンです。今日はですね、一応1週間 XM セリを飲んでみての最終日なんですが、一緒にいただいた中にこんなのが入ってるんですよ。これ逆加入ってたかな。はい、入ってたんですけども、そう、スーパーミックス、スーパーミックス。これね、さっき彼に LINE 送って何ですかって初めて聞きました。これね、実はダイエットの時には私結構ね、太ってる割には定期的にもうダイエットする癖があるんですけども、結構科学的に研究してダイエットします。痩せる時には、タンパク質と上質なタンパク質とビタミンが必要なんですけども、このやつはビタミンが90種類入っているっていうものらしいんですね。お水に溶いて飲んでみるっていうので、早速、入れてみたいと思います。あ、見えるかな。で、多分ね、英語読むとどれくらいの量で何々って書いてあるんだろうけども、まあ、そう。英語聞く分にはなんとなくわかるんだけどね、読むってなるとちょっと自信なくて、まあいいや。そう。開けてみるとですね、なんだろう。あー、なんか、すごい、果物のフレーバーの匂いします。そう。茶色っぽい色ですね。ここら辺漂っちゃうかな。はい。ミルクでもジュースでも何でもいいよって書いてあったんですけども、私はお水でいきます。今日もいつもより炊きウォーターが入ってるお水で、ビビ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 。ね、パイナップルジュースみたいな味、匂い。そう、どれ。ああ、すごい美味しい。やばい、このままごくごく飲めちゃうぐらい。そう、今ね、450ml ぐらいの水に入れたんですけども、まあ、好みかな。私的にはちょうどいいかな。もともと甘いの飲まない人はちょっと濃いかもしれない。はい。まあ、そんなわけで今日は、このスーパーミックスを。ごめんなさいね、貧乏症で。なんか折ってるのとか舐めてみた感じ。で、スーパーミックスを飲んでみました。んで、もちろん今日まで、今日まで、なんだっけ、XM3 を飲んでるんですが、ちょっとね、気づいた。12時間じゃなくてね、丸1日以上空いて飲むと、またね、強烈なふわふわ感を感じた。うん。もしかしたらね、なんだろう。ちょっと開けて飲むと、また新鮮に感じるかもしれないですね。はい。そんなわけで、今日7日目、もちろん朝から飲んでます。で、水分もガンガン取ってます。んでね、最近やっぱりちょっと周りからちょっと痩せたんじゃないって言われます。嬉しいな。そんなわけで7日目の、ガッチャンでした。